フレキシティフレキシティクラシックドレス電子電 NGTD12DD 型電車 NGTD12DD はドイツの都市ドレス電の路面電車であるドレス電子電で使用されている電車ボンバルディアトランスポーテーションが展開する超低床電車ブランドのフレキシティクラシックの一車種であるフレキシティクラシックはボンバルディアトランスポーテーションが展開する路面電車ブランドで 動力台車に回転軸を有するボギー台車を用いることで走行特性の向上や騒音、振動の抑制、線路の摩耗の減少を図る部分超低床電車である。その中で NGTD12DD は全長45メートルの長大編成で構成されるフレキシティクラシック XXL と呼ばれる車種となっている。ステンレス構成の車体を有する カッター運転台の5車体連接車で、ボギー台車を有する3つの車体が台車が存在しない、フローティング車体を挟み込む編成となっている。両開きの乗降扉は、各車体の右側面に1箇所ずつ配置され、シングルアーム式パンタグラフが屋根状に設置されている、前方車体には乗務員扉も存在する。 座席配置は2、1列掛けのクロスシートを基本としているが、低床構造となっている。中間車体にはロングシートが設置されているほか、車椅子が設置可能なフリースペースも存在する。動力台車は前後車体にあり、編成全体の出力は6 8 0ットである。2000年に32両の発注が行われ、2003年から製造が始まった。 さらに2008年には11両の追加発注が行われ、翌2009年から導入されたため、2020年現在43両が在籍する。これらの車両のうち、最初に導入された32両については2006年に、ザクセン自由州に属する各都市の名前が付けられている。ほか、ドレスン子電における百両目の調停電車となったについては、 作戦自由州と命名されている。ありがとうございます。